皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、松阪市では新型コロナウイルス感染症の経済対策として、家計支援や経済回復を目的にプレミアム付き商品券第2弾、コロナに負けるな松阪みんなの商品券を販売します。第2弾となる今回は、1000円の商品券5枚と500円の商品券6枚の11枚綴りとなる8000円分を5000円で販売します。市内全世帯に1世帯あたり2セット分の購入引換券を6月下旬より送付します。商品券の使用できる期間は7月1日から令和4年1月31日までです。現在この商品券を使用できる店舗を募集しています。専用ホームページの届け出フォーム、または届け出書兼誓約書を松阪商工会議所、松阪北部商工会、松阪加波田商工会に届け出ることで登録できます。第1弾の参加店舗は参加登録が継続されますので、届け出は不要です。換金手続きなど詳しくは専用ホームページをご覧いただくか、松阪商工会議所までお問い合わせください。市内の事業所の皆さん、ぜひ登録をお願いいたします。それでは今回のラインナップです。串田川で三重常赤国体のカヌー競技に向けたリハーサル大会が開かれました。ベルファームで緑のカーテン育て方講座が行われました。関西茶品評会への出品に向けた製茶作業が飯南町で始まりました。松阪市が災害支援で表彰されたことを受け、竹上市長から派遣職員に表彰状が手渡されました。